座って発言をしていきます。今日皆様にお配りしているものには2つの資料がございます。1つは今日お示しする、パワーポイントの貧困の現状で必要な対策についてといった、パワーポイントのもの。でもう1つがですね、これ当研究所の方で、ちょうど昨日、プレスリリースしました、ユニセフ研究所との協調で書いております、接種証拠の子どものウェルビーイングというのは、これは1年ごとにレポートカードという形で報告書を出しているんですけれども、それの最新の値が出ましたので、ご紹介させていただきます。時間がないといけませんので、最初ちょっとこの要約をご説明いたしますと、この中で、ユニセフと、協調してやったということは、経済危機、2007年、2008年、9年になった経済危機の前後において、子どもの貧困の状況がどれぐらい変化したかといったことを見ています。ですので、絶対値ではなくてですね、変化の度合いを見ています。どれぐらい国々が、貧困率を改善することができるか、または悪化させてしまったのかと。いった観点から、やったものです。でこの中で、3つの指標を出しておりますけれども、1つ目が子どもの固定貧困率という、これちょっと相対的貧困率と若干違う、やり方で推計するものなんですけれども、まあ、似たようなものです。それとニート率、それと人々の生活意識という3つのものなんですけれども、このデータとしては貧困率では2007年から2011年、ちょうど2011年と民主党政権の頃だったんですけれども、のものを出していますけれども、日本は、おいしい給食の中でほとんどは子どもの状況が悪かったんですけれども、この中で子どもの状況が改善された非常に珍しい国ということが分かりました。そういった点で、まあ、例えば子ども手当といったような政策というのがやはり他の国と同じように経済危機の影響を受けた中でも日本の子どもの下支えになったということが言えるんではないかなというふうに思います。次に、それではスライドの中身について入っていきたいというふうに思います。今日いただいたのは平成25年の国民生活と調査を受けての新しい知見はないかといったようなところですので、そこの辺を中心にお話しさせていただきたいというふうに思います。ここに詳しくデータの定義と出生といったものを書いておりますが、これは後々もし引用などなさるときにはこちらの方を使っていただきたいということで、お話しいただきます。元となるデータは厚生労働省の国民生活基礎調査でございます。これは3年に1度大調査年といった形で、サンプル数の多い調査をやっておりますけれども、その大調査年のときに、まあ、サンプル数が多く誤差が少ないということで、厚生労働省は貧困率というのを発表してまいりました。まあ、発表してまいりましたと申し上げましても、一番最初に発表したのが2009年の9月ですので、その時初めてやったんですけれども、まあ、それ以降の調査年の大調査年の発表の公表の際には、貧困率というのが一応その、結果の概要といった中に組み込まれるようになったといったことで、まあ、2009年以前はですね、貧困率を計算するということさえしなかったわけですけれども、そういった意味では民主党政権に変わったというのの、まあ、その前提かなというふうに思っております。でこれが厚生労働省が発表したものですけれども、ここでは、2つの措置のみを発表しています。1つが青い方のラインで一番最新の2012年の数値が 16.1 となっているもの、これが社会全体の貧困率です。で赤い方のラインが17歳以下子どもの貧困率ということで、こちらが 16.3% です。でここで初めてですね、日本の国の中で子どもの貧困率がですね、大人といいますか社会全体の貧困率を上回るといった状況になったといったことで、まあ、これ85年以前もデータはあるんですけど、それから見ても初めての状況といったことがあります。ですので、まあ、ある意味で画期的な年であったということがあります。一つ注意で申し上げますと、2012年と申し上げておりますのは、2013年の調査がその前年 の所得を聞いておりますので、2012年といったことになります。で厚労省はこの2つ、このグラフしか出してないんですが、それを年齢別と性別に分けてみたものがこの、グラフとなります。男性と女性と分けたり、また最低点の内容で出しております。でこれは3年間ですので、2009年の時のグラフはそれほど変わらないんですけれども、同じような傾向が、ますます顕著になっているということが言えます。一つがですね、男性の高齢者の貧困率が
徐々に下がりつつあるといったこと。でそれからですね、男性の若い層、特に20歳から24歳の層の貧困率を山として、若い時に山がだんだん大きくなっているといったことが、ますます、顕著になってきています。ですのでもう今の日本の中では男性だけに限って言えば貧困のリスクが一番高いのは若年層であって高齢者ではなくなるといったことになります。ただし同じ傾向は、女性では見ることができず、まあ、女性の高齢者の貧困率も長期的な観点20年30年という観点で見ればかなり下がってはきているんですけれども、この2009年から2012年にかけてといった感じではそれほど大きく下がったといったようなことはありませんでした。まあこれは最低保障年金ですとかそのような高齢者に対する、まあ、それほど大きな何も動きがなかったといったことを反映しているかと思いますけれども、そういったことがあります。でまたですね、女性の方も若年層の山というのが、だんだんとこう大きくなってきているといったようなことが言えます。それをこう時系列で見ていただくのがこれのグラフになるんですけれども、こちらは男性の貧困率です。2006年が青のグラフ、それから2009年が赤のグラフ、で2012年最新のものが緑のグラフになります。で見ていただければ分かりますように、まあ、青のグラフに比べますと緑のグラフというのは特に若年層で非常に大きな山が大きくなっているといったようなこと、またはですね、高齢者の方ではかなり大きく貧困率の方が下がっているといったようなことが言えるかというふうに思います。でこちらが女性の同じグラフになるんですけれども、女性に関して言えば高齢者の方の貧困率は2006年から2012年にかけて、まあ若干下がり気味かなというところも見えないこともないんですけども、それほど大きく下がっているといったわけではございません。でその代わりに、まあ、男性ほど顕著にこうピークが現れるわけではないんですけれども、若い層、特に22から24歳をピークとした若い層で貧困率の山がだん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 こうおにぎりのようにこう増えていっているというのが分かるかと思います。また中年層ですね、中年層においても、それほど目立って大きく上昇しているというふうにはなかなか見えないんですけれども、まあ、青と緑を比べていただきますと、どの年齢層でもですね、やはり高いという中年の年齢層では、高くなっているといったようなことが見えます。ですので、この間は、どの年齢層もそういうことじわ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 と、貧困率が高まっているといったようなことが言えます。そこでですね、一つ一人暮らしの学生というのが今回増えているんじゃないかということが若干懸念と材料としてありましたというのは、この男性の方の山もそうなんですけど、この20から24歳のところで非常にピークが当たっているんですね。でこれはこの山というのは10年20年までは全くなかった山です。全くこの辺はフラットだったところなんですけれども、これが見えてきた、まあ、一つの理由として考えられるのが、男性の、この20、24歳層で就労しなくなったということなんですね。まず就労できないからか選択したかったところは難しいところがあるかと思いますけれども、進学するようになったと。で進学するということは 収入がゼロになりますので、特に一人暮らしで、進学なさっているような、学生さんの場合はもうほとんどおそらく貧困自立の下に行ってしまうと。まあ、親が相当リッチな家庭ですごく仕送りしていない限りですね、といったようなことが、ありますので、まあ、そこのところで、学生さんになったからじゃないかなと。でそれは、まあ、もちろん就労ができなくて、就労を先延ばしにした通学というその悪い面もあるんですけれども、まあ、一方でそれを必ずしも悪いと言えないということもあるので、まあ、じゃあ一人暮らしの学生を見たらどうなのか言ってみたものがこうなります。で確かに一人暮らしの学生さんを抜くとこの20、24歳の層の貧困率は、まあ、相当下がります、まあ、ですけれどもそれでも、その次の年代25歳以上の年代等に比べますとやはり高い位置にあるといったことがありますので、ここのところはやはり、気になる層ではあるということは、あるかなというふうに思います。で次に勤労世代の女性の貧困率というのを出してみまして、これは世帯対比別に出しています。でこれはですね、これの単独世帯というのがですね、2年くらい前ですかね、一人くらい単身女性の貧困率が3割というのですごくあちこちでメディアで騒がれた時があって、そこから貧困女子ですとか
そういった単語が生まれてきたところでもあるんですけれども、それの目的は実はこれの2009年の時の数字だったんですね。この 31.6% という数字だったんですけれども、まあ、それが今どうなっているのかといった状況になっています。で、若干上昇はしています。ただ実のところ申しますと、単独の金融世帯 の女性の貧困率はかなり昔から高い、まあ、3割ぐらいというのは昔からのことであって、まあ、特に近年貧困女子が増えたといったわけではないかというふうに思いますけれども、まあ、依然として高いということは間違いないかというふうに思います。で、2006年から2012年にかけて特に大きくどこの層が変わったということはないんですけれども、でもやはり単独世帯ですとか三世代世帯といったようなところがこう徐々に上がってきている。またそれから一番気になるこの今回2009年から2010年にかけて大きく変わったというのが一人親世帯のところなんですね。一人親世帯は2006年から2009年にかけてかなり下がりました。ですので、これは下がる傾向がようやく見えてきたのかなと思って、こうその時は落胆したわけですけれども、まあ、2012年になるとそれがまた悪化している状況になっているということで、一人親世帯のところが、一番気になるところかなというふうに思います。で、男性においてもやはり一人暮らし単独の勤労世代の貧困率というのは 25% で、まあ、貧困女子ならず貧困男子もいっぱいいるといったことになるんですけれども、まあ、男子女子というといかにも若い女性の貧困のようにこう囚われがちですけれども、NHK の、番組ですとかいろいろ作られましたけれども、クローズアップ系です。それもみんなどちらかというと20代前半ぐらいの女性をこう念頭に置いた、ナレーションだったと思いますし、そのような方々がケースとして出てきたと思うんですけれども、ここであるのは、20歳から64歳ですので、かなり中年層入ってらっしゃるということをご承知してください。で、そこではやはり 25% 近くといったようなことがあります。で、またここでもですね、一人親と未婚子のみといった世帯の貧困率というのは徐々に上がっていきます。これは一人暮らしの人々、まあ、単身世帯の人々、高齢者と貧困世代で見たらどうなのかということなんですが、高齢者の方は徐々に下がっていっていると、高いながらも下がっていっているけれども、勤労世代の方では、女性の方が徐々に上がってきているといったことが、分かります。で、単独世帯 の, 先ほどその若い女性という部分に十分注目が集まりがちだというふうに申し上げましたけれども、じゃ先ほどの20歳から64歳を年齢別に分けて一人暮らしの、世帯の貧困率というのがどれぐらいあるのかというのを年齢別で見ますと、実はですね、まあ、20歳から29歳は高いです、ですけれども30歳39歳ではぐんと減って、それからまた40、50、60というのが上がるについてどんどん高くなっていくという状態なんですね、まあ、ですので、この若い女性の貧困率というのはそのまあ20歳未満のとこ20歳の代のところをだけと言われてますけど、実のところはより中年層の、一人暮らし の問題というのも非常に多くてですね、でこの層というのは、まあ、もうだんだん仕事が取れできなくなってきたり、派遣とかに出られなくなってきたりする、それから親の介護がかかってくる、それと若い場合は自宅に帰るときにはオプションがあるかもしれませんけど、それもなくなってくるといったようなところで非常にリスクが高まるそうです。ですので、これからは若い女性というかより中年以降の女性、中年以降の男性というのの貧困というのが問題になってくると、問題となってくるというふうに思われます。で、これ、高齢男性の貧困です。これは、まあ、徐々に下がってきているというのがよくわかるんですので、まあ、後ほど見ていただければと思います。で、これも高齢女性ですね。で、これは一人親と未婚子のちょっと世代タイプについて中学を書かせていただいて、次に気になる子どもなんですけれども、子どもの貧困率、先ほど2009年から2010年にかけては、上昇しましたということを申し上げました。そこでどこの層で上昇しているのかということなんですけれども、まあ、どの層でも上昇しているというのが実際のところです。夫婦と未婚子のみ、それから一人親と未婚子のみ、それから3世代世帯、それからその他世帯といったところもあるかと思いますけれども、2006年に比べれば2010年はどの層も高くなっている。
要なことがあります。でこれスケールで見ると一人親と未婚子の比が圧倒的に高いのでそこだけが問題のように思われますけれども、実は貧困率の子どもの貧困率の増加に一番寄与しているのは夫婦と未婚子のみの世帯の増加率というのは数が圧倒的に多いからですね、こちらの方が。なので、そういったところが出てきます。それを書いたのがこの次のグラフになるんですけれども、2009年から2012年にかけての子どもの貧困率の上昇の要因は、母子世帯の増加と考えられるというのが確か厚労省が説明なんですね。でじゃあ実際母子世帯がどれぐらい増えたのかって、確かに母子世帯は増えております。ですけれども 6.5% から 8.2% に増えたということで、まだまだマイノリティなんですね。で、一番増えているのが夫婦と未婚子のみ、まあ、各家族世代で、その分減っているのが3世代世帯なんですね。なので、まあ、これでシミュレーションしてみて、もう見直したんですけれども、やはり一番寄与しているのは貧困率の増加に寄与しているのは、それぞれの世帯タイプにおいての貧困率が上昇していることであって、その世帯タイプが変わったことによる、構成が変わったことによるものではございません。で次に、子どもだけではなく貧困全体といったことで、どの層の人の貧困率が一番高いのではなくて、すべての貧困者の中で例えば子どもの男児が何パーセントいるのかといったような数値というのをこれこれは出しています。つまり、政策のターゲットが貧困者であるんだとすれば、そのうちのどれぐらいの子どもで、どれぐらいの高齢者で、どれぐらいの男性で、どれぐらいの女性でっていう数値ですね。でそれで見て、やはりこれはちょっと時系列94年から出しているものなんですけど、94年から見ますと、圧倒的に増えているのが高齢者ですから、赤く囲ったところ。でこれは高齢者 の人口が増えているからということもあります。ですので、ここが圧倒的に増えていて、27.1% から 34.6%。高齢の女性は今、2012年では全貧困者の 22.5% を占めるという状況です。ですので、貧困の高齢者化ということが起こっているんですね。これは人口の高齢化と同じように。これから例えば生活保護行政というようなことを考えるときに、やはり貧困のメインターゲット、数的な母数で一番メインターゲットはやはり高齢者なんです。ですけれども、そこのところを、踏まえた上で、生活保護行政ですとか、そういったものをどう作っていくのかという考えになっているというふうに思います。子どもに関して言えば、お子どもの数が減っておりますので、貧困者の中に占める割合というのは、10%、21.5% から 17.4% に減っているといったことで、今減りつつあります。逆に言えば、ここをターゲットとした方が、後々の予算 の増加ということを考えれば、ここをターゲットとした方が、心配はないということがあるんですね。高齢者をターゲットとした貧困対策は、この後、ものすごい勢いで、支出が増加するというふうに思います。で次に、気になる再分配効果というのをお見せしたいというふうに思います。で子どもの再分配効果というところで、2006年の時点で、これはこのもうずっと1980年代からずっとそうなんですけれども、ずっと再分配後の貧困率の方が再分配前より高いというような逆現象が起こっているということは、皆さんがご承知の時のことだと思いますけれども、それが2009年の時点では若干好転になったというのがここで見せております。になります。で2009年から2012年にかけてはどれぐらい変わったのかといったところなんですけれども、実は私もここのところはですね、子ども手当が入っているということもあり、大きく改善しているのではないかと期待はしておりました。でも実際に箱を開けてみると、それほど大きな改善というのは見られてはおりません。少なくとも貧困率 の減少といった削減効果といった面では見られてはいないかというふうに思います。まだそれでも逆転現象といったことはないんですけれども、男児の方で再分配効果が若干弱まっているおり、また女子の方は、再分配前の貧困率が上昇したということもありますので、再分配効果その分下がる分は高まっていると。2009年では本当にわずかな差しかなかったんですけど、再分配前の再分配後が、2012年ではかなり大きなものが女児では見ることができる、で男児では若干下がっているというので、ミックスドリザルトというふうによく、
いる人はいるんですけれども、うん、まあ、良いとも悪いとも言えないという状況かなというようなことがあるかと思います。で、これは勤労世代に対するものなんですけれども、実は勤労世代に対してはですね、2009年から2012年にかけても再分配効果が若干高まっているのではないかなと思われる節があります。それが再分配後の勤労率はそれほど変わらないんですけど、再分配前が悪化しているので、まあ、それに比べてそれほどその悪化の具合を若干食い止めることができたのかなと思っています。で、高齢者に関しても同じです。再分配前の貧困率が悪くなっている分ですけれども、まあ、再分配後はそれほど変わってないといったところで、ということはつまり再分配効果が高まったということなんですね。そういったことが2009年から2012年にかけては見えるんではないかなというふうに思います。で、勤労世代の、就労の有無別の貧困率というところですけれども、今回の、まあ、ご承知を切る通りで以前からの傾向としてこれ変わるところがないです。例えば、女性の方がワーキングコア率が高いといったこと、それは 13% 対 10.3% といったところになります。主に仕事をしている人の中での貧困率というところがありますね。ですけれども、勤労世代 の, 男性はワーキングコア率約 10% なので、まあ、女性に比べて低いところがあります。ただ、前年、ここには前年を持ってきてないんですけど、前年から比べますとどこが高くなっているかというと、学生さんのところ、主に通学で仕事ありといったような人たち、とか通学といったような人たちといったところで貧困率が高くなっています。で、また一つ新しいということが、専業主婦の貧困率というのが、主に仕事の女性の貧困率が高くなったといったことですね。ですので、まあ、もともとそれほど大きな差はなかったんですけれども、まあ、この、なんて言いますか、どちらかというと一番日本の中で恵まれた層と思われていた、夫と専業主婦世帯といったところにもこう貧困が忍び寄っているというようなことがあります。高齢者の方は、有業層で貧困率が低下しているのが前回から見ることに似てとれます。 ですけれども依然として高齢者の割合は非常に上昇しています。で、また家事ですとか仕事なしといったような方々の貧困率は非常に高い状況になっています。で、ここにはまとめといった形で書かせていただきました。2006年から2012年のまでは言ったことが繰り返しになりますので、ここのところは後ほど見ていただければというふうに思います。次にちょっと違った観点で国民生活基礎調査じゃないんですけどお見せしたいものがこれがあります。実は、これも国民生活基礎調査なんですけれども、貧困率ではなくてですね、生活意識と言われる変数です。これずっと昔から取っているんですよね。で、昭和61年から一番前のものもあるんですけれども、5段階で、全体的に見て、お宅の暮らし向きはどれぐらいですかと聞いて、大変ゆとりがあるから大変苦しいまであるんですね。で、1990年代、ここら辺の時代はですね、国民の全世帯の半分は普通だって言ってます。真ん中の番組3のところに名付けたんですね。ですけれども、今はそれがどんどん減って、緑がどんどん減っていってですね、苦しいと大変苦しいを合わせると過半数を超えます。6割を超えるんですね。ですので、まあ、この間に日本が、まあ、なんて言いますか、普通の世帯であれば普通と答える社会だったのが、普通の標準的な世帯の人は苦しいと答える社会に変わってしまったということです。なので、これが非常に、私としては気になるところなんですね。これ児童などの世帯でも同じような傾向が見られます。これは高齢者ばっかしだからが多くなったからというふうに考える人もいるかと思いますけど、児童型世帯だけで見ても同じような傾向を見て取ることができます。で、つまり中間層の人々の生活意識が非常に悪化しているということなんですね。これは貧困という観点からは説明できないんですけど、貧困というのは相対的貧困という言葉を示すように、自分の生活ぶりと周りの人の生活ぶりとを比べたそこでの貧困感なんですね。周りの人と同じように、
生活することができない、周りの人と同じように、学校に行ったり社会に参加することができない、それが相対的貧困ですね。ですけれども、じゃあですので過半数が、貧困って答えることはないはずなんですね、貧困の概念からすれば。ですけれども、この生活意識で見るともう過半数が苦しいと答えている。じゃあその苦しいって答えている人たちは何に対して苦しいって答えているのかってことなんですね。で、私はそれは期待だというふうに思っています。で、その期待というのも別に会社が借りたとかマイホームを買うだとかそのような身の丈以上のものを求めた期待ではなくてですね、普通に暮らしていればこれぐらいの生活はできるだろうという庶民の期待というふうに思います。で、それが送ることができない、だから苦しいですね。で、じゃあどれぐらいがその庶民のはこれぐらいは普通に暮らしたらできるんじゃないのという暮らしぶりなんだろうということなんですけれども、まさにこれが、最低生活費ですとかそういうちょっと議論につながってくるところかと思いますけれども、私がこの3年間かけて前そのちょうどその長妻委員が大臣たちのところにこういうことをやってくれとおっしゃられてやった調査というものがありまして、それが一般市民の方々にですね、普通の最低限許容範囲の、暮らしをするのに一体いくらぐらい、いるかっていうのは、それいくらっていうと何からか何万円って出てこないので、いるものを全てあげてください。じゃあお父さんは仕事に行ってます、そしたらお父さんはネクタイ何本いります、そのネクタイはどこで買って何千円ぐらいのものだったらまだ許されてますか、許されないですか、いいふうに。そしたら少なくともじゃあお葬式用に1本黒いのはいるだろうとか、青いのが普通1本と2本ぐらいあればいいんじゃないのみたいな感じで、でもそれより少なかったらちょっとやっぱり惨めだよねみたいな、そういったものを詰めるんですね。その生活ができたら出てきた結果としてはその、お父さんはお父さんの例で言いますと、ちょっと男性が多いので、平日はまずビールはダメだと、発泡酒1本、1日おけなら OK、で、週末に日曜日か土曜日に1本ビール飲ませてもらえる、でそれぐらいの生活です、それがもう最低限の、庶民の生活だというような、そういうような感じで、それ積み上げたらですね、3人世帯で、お子さんが1人、3人世帯で、月々45万円いったんですよ。で、ほとんどのご家庭は45万円いられないんですね。で、45万円ってちょっと高く感じられるかもしれませんけど、それは例えば洗濯機ですとか冷蔵庫ですとかソファーですとか家賃の更新代とかそういったもの、大きなドンドンって出るものも全部日割り月割りで入っているので、私たちが通常お財布の中が出るよりか高めに出るんですね。でも実際私たちはそういうお金使ってるわけですよ、必要なわけですよね。なのでそれがそういう庶民の生活と思ってる人ができてないんですね。それがやはり苦しいと思う理由であって、じゃあ一体どうすればいいんだろうということなんです。実際にこの国民の6割が苦しいと思っている状況の中では、どんな施策をやろうと思っても無理なんですよ、貧困対策というのは。だってそこは負担しなきゃどうにもならないんですよ、そこ中間層ですから。その 16% の人たちを助けるためには、その苦しいと思っている人たちは負担しなきゃいけない。なので そこを解消しない限りには、私は絶対貧困政策というのは進まないというふうに思っています。 ですのでこれからの政策を考えるという時に、いろいろ子どもの貧困対策が出てきましたけれども、問題となるのはやはり財源で、その財源というのがどうしてもやはり、国民の理解を得ることができないといったようなことで、生活保護もどんどん引き下げろというような庶民の、がそういうことを言うと一定の中で、どういうふうにしたらいいのかといったときに、私たちもう少し、研究したコミュニティとしてももう少し、その期待する生活の中身というのを、見なければいけないというふうに思っています。で、その中で、何か人々の、私はその家計の中を見ますね、その40何万円の中 でかなりのところが安心費なんですよ。例えば最低限月々1万円ぐらいは貯蓄をしないと心配だとかね、子どもの学費のために学資保険を入れなきゃいけないとかね、それだとか、健康民間のですよ、健康保険に入ってなきゃ心配だとか、生命保険に入ってなきゃ心配だとか、そういったような安心費が相当かかっているんですけれども、
そういもしどこから圧縮できるとすればおそらくはその安心というところしかないんじゃないかなというふうには思うんですね。で、スウェーデンの方とお話ししたことありますけれども、お子さんがある世帯は別に貯蓄をしようと思わないんですって。だって別に子供連れてることにお金かからない。なので、私たちが今おそらく必要だというのは庶民の人々が、もう少し安心して暮らせるように最低限このラインは守りますみたいな、そういったものをきちんと政治として提示していくことかなというふうに思っています。で、例えば医療費だって本当のところはいろんな制度があるのでそんなに何十万円も医療費が月々かかるとないんですよ。ですけどそのことをきちんと国民の方は理解されてないですし、でそこでメッセージとしてね、どんなにあなたに医療費がかかっても国はこれ以上払わせることをいたしません、で最低生活を守りますっていうメッセージがきちんと伝わっていれば、もう少し皆さんその苦しいと思わずに生活することができるんじゃないかと。そうすることによってやはり、例えば負担増といったこともより受け入れていただけるんではないかなというふうには思っています。でまた貧困ということの実態自体についても、貧困率以外にあまりにも分かってないことが多すぎるといったことがあります。特にこれいっぱいあるので最後のところでいきます。高齢期の貧困というのは貧困率でも非常に高くなりますし、先ほど申しましたようにこれから高齢者の貧困はものすごく大きな問題になってくると思います。ですけれども高齢者に同じように所得保障をしていくということが必ずしも、必要かどうかということはすごく分からないところだと思うんですね。それは若年層の今住宅ローン家庭、これから子どもが大学に出さなきゃいけないというような家庭と高齢者の生活とはまた違うものなんですね。高齢者に必要なものというものと、勤労層に必要なものって違うわけですよね。同じ所得で見ることはできないはずなんです。ですのでそこのところもやはりもう少し高齢者の方々本当に必要なものはどこなのかといったものをやった上で、例えば生活保護制度ですとかそういったものも少し改革していけるんじゃないかなというふうには思っています。私からのご報告はここまでとさせていただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは少し時間はございますので、この後質疑応答をまた先生方からのまたご意見などもお伺いできればと思いますが、どなたでも結構ですので、よろしくお願いいたします。単純な質問、最初に年々そうですね、向こうにですね、男性が上がってるのか、高齢者男性は下がってる。1年から見れば下がってる。それは、もう単純にやっぱり年金制度が成熟してきてたんですね。昔は高齢者の中でも年齢の高い層の高齢者でもなるほど、国民皆年金の時代ではない時代に働いてた方が入ってますので、例えば福祉年金の価格のような方ですとかそういった方もどんどん入ってきます。で今はもうほとんどが国民皆年金以降の人たちが新しい高齢者として入ってきてるので、そこのところでやはりということは年金制度そのものに問題があるということですか。世代年金というかその男性の方に年金じゃないですか、そして女性の貧困率は下がってないですか。そうです。その男女格差という点では、年金制度は今女性には非常に低い状況で、女性の方が男性より長生きしますし、女性の方が年下なんですよね、大抵の場合は。でそうすると、女性のお一人の年金制度だけで年金だけで暮らしていかなきゃ時間がすごく長くなるわけですよ。そこのところでやはり最低 の, せあの、まあ、貧困線以上になる、世帯というのは少なくなっていると。これもそれこそ3万円4万円の年金支給までおばあちゃんって言ってもらいありがとうございます。今年齢別とお聞きしたんですが、地域別というかですね、都道府県別とか、今地方創生と言われているわけなんですが、地方が非常に過疎率が高くなったりして、しかし都会の貧困も出てきているという、そういう地域での統計みたいなものもあるんでしょうか。厚労省は本当に2つの数値しか出してないんですね。なのでそこから先の数値は全部研究者がやるしかない。で地域別にやろうと思ったら出すことはできます。で実際子どもの貧困の指標というところでの検討をちょっと私の方も厚労省から
依頼を受けてますので、地域別でどれぐらい、あの問題は標準誤差 の、 の、まあ、あの問題なんですね。で東京ですとか、あの、まあ、神奈川ですとか、まあ、そういったような人口の多いところはサンプル数も非常に多いので、全然問題なく出せるんですけれども、まあ、富山県ですとか、福井県ですとか、いったところは本当にもうサンプル数が何千しかないみたいなところがあるんですね。その人口割で取ってます。そういったところはできないので、すべての都道府県でやるというのはおそらく無理だと思います。いかがでしょうか、先生方。私の方から、すいません、あの、まず最後の方にですね、やっぱりあの期待値というか、安心を育む政策というような最後の話だったんですけど、まあ、なかなかあのこの将来の話で、我が国全体としても、もうどっちかというと、こういう暗い話というか、社会保障もですけどもね、大変なことになると大変なことになるんだということばっかりがどうしても、あの、まあ、我々というか、政治の者たちもですね、こう言って、どっちかと危機感を煽っているようなところ、確かにあるなと。というふうに思うんですけども、ちょっとこれはもしあのお答えできればですけども、具体的に、まあ特効薬ではないかもしれないですけども、一つこういうことでその希望が持てるんじゃないかという感じで、国民の方がね、例えば他の国なんかのことなんかを含めてですね、ちょっとご教示いただけないかなというふうに思うんですけど、どうでしょうか。希望という将来に対して良くなるという希望というのはなかなかそこは難しいところがあると思うんですね。でただあの今やはり、政府がやっていることは、どんどんの消費税をどんどん上げて、それでいて最低のラインの例えば生活保護ですとかそういったものもどんどん切り下げますよみたいな、そういうメッセージを発していますよね。でそうすると自分で身を守らなきゃしょうがないというようなそういう防御体制に入ってしまうかと思うんですね。で実際日本の中のこう社会保障制度ってそんなに悪い制度ではなくて、あの先ほど言いましたようにすごく高額料金に対する補助があったり、年金制の保険料に対する免除制度があったり、いろんな貸付金があったりということがあるので、そういうあのそれ悪いものじゃないんだと思うんですよ。でただ、これからそういうそういうメッセージを発せないのは下の人は悪い、下の人は悪いというメッセージがどんどん発せられていくので、そうするともう本当にこう中間層まで子が自分を見守らなければといったようなところでいろんな、まあ、そこで対応していってしまうというふうになりますね。私はまずは政府があのこれだけは守りますというのをきちんと、例えば国民皆年金とか皆保険というのが日本の重要なものであるんであれば、それだけは絶対に守りますというふうなメッセージを発するということが非常に重要だと思います。はい、ありがとうございます。本当に貴重なお話をお伺いさせて、いただきました。またいろいろと羽生先生の方にですね、いろいろとまたご指導いただいて、この調査会にもしっかりとまた研究を説明させていただければというふうに思います。辻元会長の方から最後一言をいただいて、はい、会の方を終えたいと思いますので、よろしくお願いします。どうも本日はありがとうございました。あの民主党政権時代もあのいろいろご尽力をいただきましてありがとうございます。あのこの調査会は新しい公共と社会的包摂とということで、今日はその社会的包摂の部分でお話を聞かせていただいたんですが、あの私たち民主党は、まあ、社会的包摂をとても大事にしていこうというような政策を次の選挙やそれから、まあ、しっかり打ち出していきたいと考えておりますので、これからもまたあの引き続きお力を貸していただきたいと思います。今日はどうも本当ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは